さるども今日は寒い時期にぴったりな牛肉のパイ包み料理を作っていきます。ビーフウェリントンです。これは代表的なパイ包み料理の一つで、イギリスのウェリントン公爵、この方が名前の由来になっている料理です。ただしその名称の起源っていうのは実際はっきりしてないらしくて、正確な関連性は認められてないそうなんですよね。いやどっちだよっていうね。あ、すいません。フランスにもフィレドブフアンクルートっていう料理が存在してて、まあこれはあの牛肉のパイ包みなんですけども、それと類似してるからあえて分けるためにそういった名前を付けたんじゃないかとも言われてるそうです。これはまず牛肉に下味の塩をして、ラップと布を使ってしっかりと丸く巻いて肉自体を成形しておきます。玉ねぎとマッシュルームを細かく刻んで、シャンピニオンデュクセルを仕込んでいきます。これはマッシュルームをバターなどで炒めて弱火で水分を蒸発させ煮詰めたものです。これはキノコの旨味が濃厚で、詰め物やソースに使ったり、料理そのものの深みを高めたりする隠し味として使ったりします。ちょっと使うだけで結構劇的に料理がうまくなったりするので、万能調味料といっても過言じゃないかもしれませんね。作るパイ包みが細長い筒のような形になると思うので、お肉全体をマッシュルームで覆い隠せるように結構な量を仕込んでいきます。20g ほどのバターを溶かし入れて、まず先に玉ねぎを炒めます。水分が外に逃げやすいように下味の塩をしてから蓋をし、だいたい2分ぐらいですね、玉ねぎの辛み抜きをします。そしてその後にマッシュルームを加えて、これ見ると結構な傘だと思うんですけども、しっかりと火を加えてって、ほとんど水分がなくなる状態になるので、仕上がる頃には相当減ってます。そして2時間経過した姿がこちらです。だいぶ印象変わったと思うんですけど、どうですか？これぐらい色を黒くして旨味を濃縮させるのは結構クラシックなやり方だと思います。デュクセルの方は出番が来るまで一旦冷蔵庫で冷やしておいて、最初の方に成形しておいた牛肉を取り出して、この後焼きの作業に入ります。ここで焼く目的というのは、肉汁を閉じ込めたいとかそういったものではなくて、パイで包んでいくので牛肉に焼き色をつける機会がその後なくなってしまうので、事前にこうやって焼き色をつけて香ばしさをしっかりと出しておきます。本当に表面にさっとだけで大丈夫です。あまり攻めすぎて中まで火が入り込まないように注意したいところですね。そしてほのかな酸味と辛み、これをプラスするためにマスタードを表面に塗って、あとはスパイシーさをさらに足すための黒胡椒を振りかけていきます。そしてラップを使って再び丸く成形して、形をキープするためにアルミホイルも外側にさらに巻き込みます。そして仕上げには布ですね。ここの工程は基本的に繰り返しになりますね。あとは巻き終わったら冷蔵庫で30分肉を締めます。ただ30分とは言っても、これは本当人によってはさらに一晩寝かす人もいるので、よりしっかりと丸く形状をキープしたい場合はやはり一晩寝かせた方が確実かもしれません。
これは今パイ生地を伸ばして先ほどの牛肉を包めるぐらいの大きさまで広げます。そしたらまずは生ハムを並べていきます。塩漬けにした熟成感のある生ハムを使うレシピっていうのも結構クラシックな一つだと思うんですけども、人によってはやはりこう塩辛く感じすぎてしまう可能性もあるので、人によっては使わない選択肢もありですね。そして生ハムが並べ終わったら、その後はデュクセルをまんべんなく薄く伸ばしていきます。ここであまり熱くなってしまうとその部分がやはり味が濃くなりすぎるので、結構慎重にやった方がいいと思います。そして用意したこれらで牛ヒレを巻いていきます。このパイ生地っていうのはさらにこの上からこの後二重に巻き込んでいくんですけども、そんなにパイ生地を分厚く食べたくない人もきっといらっしゃいますよね。なのでパータブリゼという生地、キッシュなどに使うやつです。あとは他にはクレープなどで巻き込む場合もあります。巻き込み終わったらもう一回同じですね、ラップアルミ、その後は布で巻いて冷蔵庫で締めます。というわけで1日経過したので、前日の続きをやっていきたいと思うんですけども、まずはソースを先に作っていきます。これはエシャロットをスライスしてるんですが、玉ねぎでももちろん代用可能です。しっかりとバターで炒めて香りが出たら、砂糖を加えて甘みを足します。この後もしっかりと炒めて、エシャロットはこのようにキャラメル色になってくるので、そしたら赤ワインを加えて、ここから作っていくのは赤ワインソースです。中火でじっくり赤ワインを煮詰めて水分がほぼなくなってきたら、フォンドボーを加えます。フォンドボーを加えてから沸かして、アクが出てくるのでそれを取り除いたら弱火にしてだいたい30分ほどゆっくりと煮詰めます。この卵はパイ生地に塗るためのものです。これをドリュールといって、フランス語だとメッキなどの意味ですね。塗ることでパイ自体が色よく仕上がります。今伸ばしているパイ生地が前日に包んでおいたものをさらに巻き込むためのものです。巻き込みの最後の部分をしっかりと留められるように卵を塗っておくと作業がしやすいと思います。そしてここではしっかりと緩まないように手前に引きながら巻き込んでいくようなイメージです。ラップも空気が入らないように気をつけた方がいいです。ここで結構空気が入っちゃって締めが甘くなることがあるので。そしてしっかりと締まったら、またこれも仕上げに布をしておきます。今回は幅が大きくなったので二重にしてます。冷蔵庫にしまって、この後は5、6時間は寝かせたいですね。その方が生地が落ち着くので、ソースの方もいい感じの頃合いになったので、こし器でこした後に最後は余熱でバターを加えて乳化させます。
昼間に巻き込んでおいたパイ生地もだいぶ落ち着いてきたので、ここからは仕上げの作業に入っていきます。これは飾り付け用ですね。十分に冷蔵庫で休まったこの筒を取り出して卵液を塗っていきます。飾り付け用に用意しておいたパイ生地を上からかぶせて模様をつけるんですが、ここがねちょっと格子状のこのパイ生地が破れやすいので注意が必要になると思います。模様の方にも余すところなくしっかりと卵液を塗ったら、200度に温めておいたオーブンで20分から30分ほど様子を見ながら焼いていきます。焼き上がって中で肉汁が滞留しているので20分から30分ほど常温で放置して少し落ち着かせた方がカットした時に肉汁が溢れなくて済むと思います。それではドレッシングいきます。仕上げておいたソースをたっぷりとかけて、あとはその上に先ほど仕上げたウェリントンを添えていきます。ボラペティ、うん、あ、うまい。マシ。牛ヒレはめっちゃしっとりしてるし、シャンピニオンデュクセルの旨味もすごい感じられて、とにかくうまい。そしてソースがうまい。はあ、うまいな、めっちゃ。これはちょっと控えめに言ってやばいですよ。というわけでビーフウェリントンでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。ツイッターやインスタグラムの方にもお越しいただけると嬉しいです。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。